これは次のゲームマーケット5月5日2016春ゲームマーケット、あ、そうですそうです、2016春、はい、ゲームマーケットにてカタログには出てないんだけど、ちょっと幻のゲームをちょっと作って販売しようかなと思ってますので、うん、カタログに間に合わなかったけど物が間に合ったというこのね、ね、なんだろう、なんとも言えない感じですよね、後から巻き返して間に合ったんだね。そうですね、もう頑張ってだいぶ巻きで、はい、今作ってます。まあ、簡単に言うとこの1から9の初期手札が固定でそれぞれあって、そうですね、両方お互い持ってます、はい、これをで、それぞれ数字以外にも効果がついてると。そうですそうです。でハゲタカの餌食っていうさ有名なゲームがあるんだけど、それライクなプレイ感でなおかつこの効果によってねざわざわするっていうかね、そういう認識なんですけどね。そうですね、まあバッティングのシステム自体がハゲタカなんですけど、まあゲームの感覚としてはもう全く違うものとなっておりますので、うん、なんかね、すっちゃかめっちゃかになるよね。ぐっちゃ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 してあーはーはーはーみたいな、うん、そうそうそう、なんていうのかな、ちょっとパーティー寄りというか。そうですね、ハゲタカの方がまあガチなゲーム、ガチ勢にはハゲタカの方が好きっていうのもあるかもしれないけど、だからやっぱ別物とか、別物って別物なんだよね。あ、でもこっちの方、こっちも、まあ、サッと出してサッと遊べるんで、うん、まあ、ちょっとカウンターある必要なんですけど、それだけ点数のカウンターだけはちょっと別途必要になります。はい、それだけ用意していただければもう、あ、1円玉とかでもいいってことですね。もう全然大丈夫です、はい、まあ、間に合えば得点表を作ったやつを、はい、データを渡せると思うので、これが上げたかでいうとこの点数札がめくれて、それに対して何を手札切っていくかという、9枚ですね。手札それぞれ9枚、点数でも9枚、はいです、はい、じゃあやっていきますか。やっていきますか。いきます、1枚目ドン、あ、2が出ました。これ点数が大きくなっていくごとに絵柄がどんどん豪華になっていくので、うん、はい、そこも見どころですよ。はいはい、一応世界観があるんだよね。そうですそうです、お祭りをみんなで盛り上げようと。そうです、ゲームの世界観がお祭りなので、うん、まあ、ちょっと2はしょぼいと言ったらあれですけど ね、ちょっとね、まあ序章というかね、つまり盛り上げ度が2ってことになる。そうなんですよ、注目度があってですね、うん、今回はお祭り2ですよと。なるほど、分かった。こんなもんでいいんじゃないかな。あ、ん？難しいな、ちょっと考えてきて。作者が一番勝てないゲームです、これ。せーの、ドン。ぐっちゃぐちゃだからな。あ、じゃあ7です。じゃあ、プラス2点得ます。うんうん、あ、じゃあ、プラス 0.5 します、強さを。ここに、次に出す人望を 0.5 する。そうですね。これ7が。これはね、このカード得点得たらボーナスだったっていうね。そう、これ、貴重なボーナス札を切ってしまいました。はい、じゃあ次。ででん。あ、3ですよ、3、ちょっと見づらいかもしれないな。3ってなんだ。3欲しいかな。3か、難しいなこれ。あ、確かにこれ難しいな。次 0.5 するからバッティングしないんだよね絶対そこ。あ、そうです、2人だと本当にバッティングしないです。なるほどね、全然わかんない。ちょっとね、これあれなんですよ、人数がちょっとだけいる設定なので、うん、2人だと若干腐る札多いんですよ。すいません、なるほど、難しい、はい、どうしたらいいか分かんないわ。どれも強いから迷うねこれ。そうなんですよ、どれも強いんですよ、うん、まあここかなと、うんうん、ここかな、そこかな、なるほど、そこ、これですよ、これ、そこ行っちゃう、はい、せーの、ドン、ダン、あ、これがですね、面白い札で、このターンの数字が小さい方が強いってことです。そうです。ちょっとこのテキスト分かりづらいっちゃ分かりづらいな。まあ強弱をひっくり返すなんで、うん、そういうことね。そうですそうです、合ってる、これで合ってます合ってます。で、これ今回5だったので、まあ 5.5 なんですけど、はい、次のターン得点得た時ってやつなんだこれ。そうなんですよ、これめんどくさい。とりあえず俺は3点入るよね。そうです、出ます、はい、で、まあ捨て札は一番
直前に使ったカードを一番上に置いてください。それが次のターンのこの影響があるからだよね。そうなんですよね、はい、バッティングしてても、まあ、一目瞭然なんで、あ、また3だ、ここを取れば、つまり5点取れるんだ、ね、5点取れます。5点欲しいってことだよね、そっち、なるべく5点欲しいですね。なるほど、あ、うん、5点欲しいだろ、じゃあ俺これで、へえ、うん、5点欲しいだろ、どうしようかな。そうだからね、点数札をそのまま直接取るんじゃないところがちょっとややこしいんですけど、カードの効果によって点数が変わるから。あ、でもイラスト可愛いんだよ。可愛いですよ。でこれ同じ数字があったりして、ちょっと若干なだらかな点数札になってるわけね。そうですね、その効果によって点数がボーナスがあったりするから、どうしようかな、どう迷ってるね。はい、はい、せーの、ドン、おっとおっとおっと、俺6点ってことだよ、このカード6点取りますね。得点を得た時、はい、でこのカードも出した時プラス1点を得てるので、うん、まあ、得点を得た時なんですよ、うん、3点もらいます。あ、なになに、そういうコンボあったの。あります、あります。教えてくださいよ、知らなかった、気づかなかった。じゃこれ赤5点ね、あくまで得た時なんで、うん、あのマイナス点を得た時も発動します。何そういうコンボ、セココンボ、セコくないですよ、はい、4点、4点、あ、これ7まであるんだっけ。7まであります。なるほどね、なんだそういうコンボあんのか、てか2出してくんのかもうちょっともうちょっと強い数字出してくるかなと思ったら、ちょっと分かんなかったなそれ、はい、はい、せーの、8です。まあ次プラス 0.5 になる。で、まあ、今回ちょっとバッティング誰もしてなかったんで、ああマイナス2点を得るので2点もらいます、うん、なるほど。で7点ですね。これバッティングしてたらボーナスが得られるんだって。バッティングしてたらですね、バッティングしてたプレイヤーにマイナス1点ばらまきます。なるほど、そういう意地悪効果だったんですかね、うん、まあ、ただ2人だとバッティングしないんで、まあ、しないですね、弱いですね。はい、5点、ああいいですね。次 0.5 されてるから俺絶対バッティングしないんだよ今。よしよし、絶対バッティングしないと来たらこれだ。せーの、ドン、まあ、裏を返した、1点入れます。入ってました。はい、じゃあ5点もらいます。はい、じゃあちょうど半分過ぎたぐらいですかね、あと4枚、うん、俺も前10点ですね、ここ集計しましょうか。はい、12点です今、まだ2点差、よしいきますよ。はい、7、まだ3持ってんだよね。3覚えてますか皆さん、このひっくり返す3をまだ両兵を持ってるから、俺が1を今仕掛けたんだけどやっちゃったわけですよ。まだ9も残してるんだな。そうですね、これどうなんだろうね。よし、これだ。はい、せーの、ドン。まあまあまあ、確定で7点もらえるんで。そうですよね、そうなりますよね。はい、はい、じゃあ17点もらいます。ただ俺は次はプラス 0.5、 プラス2点、あ、プラス2点か。次プラス2点、あ、何使うんだろう。何残ってたかな。もうだんだん終盤バレちゃうんで、あれなんですよね。そうですね、バレちゃいます。はい、はぁ、つらい、完全にコントロールされてる感じがある。はい、せーの、ドン、あー、バッティング、まあぶつけてきたんでしょ。まあそうですね、それはそれで痛いんで、はい、あ、でもちょっとこれ最強の9だけどマイナス1なのね、はい、そうなんですよね。はい、6、あ、6、あ、はい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 、威嚇してきたなんだ、威嚇してきたぞいやだってもうここは取りに行かないか。ただ6だけどマイナス2なのね、バッティングしてないから、はい、マイナス4、マイナス2なんで4点もらえる。4点、今同点、さあ6点、え、同点じゃないですよ。あ、全然5点も下がってきてた。はい、はい、まあまあ最後分かってるんで、はい、2点、2点ました。はい、2点、どうぞ。はい、16点。はい、19点、まあなかなか僅差だったね。そうですね、僕の勝ちです、うん、やっぱ3の読み合いだよな。
結構そこ結構あるよね、いつ3来るかっていう。もう7確定だったんで3出しとけばいいやって感じした、完全に、うん、こんな感じで、この3が来る、いつ来るかを。いやでも店長ここで2で勝ってたのが強かったかな。そう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 、そうなんですよね、それ強かったよ、ね、強かったですそこは、うん、なかなかですよ ね、2人でもそこそこ楽しい、うんうん、王国のお祭り、イラストもちょっとね可愛いらしい、可愛いです。ちょっと今回はもうこびないでいこうと、こびないでこびない、こびないでいこうっていうか、あの、まあ、万人受けする感じでいこうと思ってて、うんうんうん、で今回はあんまキャラも濃いめじゃないしね。そうなんですよね、でピクトさんなんで、まあでもゲームも大衆性あるし、例えばまあ結構これとかパーティーゲームっぽいのにこんなさ骸骨にしちゃうとさ、このいやザゲームは難しいです。いや結構パーティー寄りだよこれ、まあ、パーティー寄りちゃパーティー寄りですけど、これ骸骨にしたことによって買わない人いるかもしれないじゃん。ああ、まあそうですね、うん、かもしれないですね。だからそういう意味ではこれ当たり障りないというかね、うん、ある意味当たり障りはないです、うん、まあでもあの無難にいってるというか、得点カードがまあ可愛い可愛い感じなんでね、こうやって、はい、こうか。でこれ今2人でやったけど3人4人だとこのバッティングね、はい、がもうちょい起きるんで、うわーってなんだよねそこで、ね、もう、まあ、そこはハゲタカやってる人のはね、もう阿鼻叫喚ですよ、うわーってなるからね。そう、本当そんな感じです、うん、はい、カードセットはこんな感じで、あとこれがこれは4人まで対応してる感じで入ってるんだっけ。あ、6です、6まで、6まで入ってんの、6までできます。うわー、4にしときゃよかったね。いや4だとちょっとバッティングしづらい時があって、うん、あちょっと、まあ、そこをハゲタカ意識して6いっとこうかなみたいな感じで、6まで突っ込んじゃった。 6ですよ、6ちょっと6でできるの今回までかもしれないんで、ね、ちょっとぜひぜひ買っていただければと思いますよ。6セット入ってんだ、6セット手札が6セット入ってます。あでもなかなかこのなんだろう、ワンプレーの場合短いんで、まあ、ちょっと重ゲーやった間のクッションとしてね、そうですそうです、時間本当に取らないですね今回、うん、だって動画が説明が入れてまだ12分たっ、うん、しか経ってないですからね。いいねいいね、1回10分ぐらいで終わりますね。いいゲームじゃないですか、もしかしてこれ、これめっちゃいいゲームですよ、うん、いいと思う、最高に楽しいですよ。で、まあ2016年 春ゲームマーケット、はい、子供の日に5月5日、そっからだね、はい、うん、まあぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。100セットしか持ってかないんで。100セットか、100セットだけなんですよ。100セットだけか、そうなんですよ、うち企業ブースだぞ、100でいいと思ってんのか。ポケットまでが間に合わなかった、なくなる決まってるじゃん、100だけじゃ。いや、なくなっていいじゃないですか、あれですよ、なくなったら完売っていう売り文句を次に得ることができます。なくなったら作り足りなかったなっていう反省会だよいやでもそれぐらいの気持ちで今回持っていくので、うん、ぜひ皆さん遊んでみてください。これはいいんじゃない？これいいゲームですよ。いいゲームだと思います。はい、うん。あとこのポップな感じね。はい、はい、よろしくお願いします。で引き続きゲットジェムも。まあ売っていくと思うよ。うん、ちょっと数は少ないと思うんで。そうか、ついでにこれ。ついでに。ついでにというかこれ結構一押しなんですけど。今回のメインですね。うん、アイソポスを。これゲームとしてはかなり。完成されてます、うん、楽しいです。2010年のエッセンに出ていたゲーム、エッセンってなんぞやって感じですけどね、エッセンシュピールというね、ドイツのゲームマーケット、本場のゲームマーケットですよ、こちらでね、うん、出たアイソポス、結構コミケに匹敵する人数集まるっていう、うん、そういう、あ、そんなレベルなんですか、いや、まあ、コミケには及ばないけど及ばないけど及ばないけど、そう、ドイツエッセンでやってるイベントに出てたんだよ。まあそんなことなんでね、ゲームマ情報を絡めつつも今回この新作ゲームの紹介でした。はいはい、あのね、これからどんどん情報出していくので、ほとんどこれで情報終わりなんですけどほぼ全て出したんだろうあのちょいちょいまた小出しで出していくのでよろしくお願いします。お願いします、はい、じゃあバイバイ。チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。あなたと